では次道ですね、はい、僕の中でごめんなさい道交差点場所、はい、プレイス、はい、ザ・プレイス・イズ・ザ・インターセクションと、場所は交差点だと。レーショナルズは場所を単に空間に配置されたものとして見ませんと。彼らは常に物事の関係に目を向け、二次元のネットワークとして空間を構造化し、それぞれが独立した座標である X 軸と Y 軸が交差する点、つまりこれらの2つの線が交わる地点を場所と定義しますと。ファーストとメインの角で待ち合わせしようというのは一般的な表現で、2つの次元が交差する地点を示しており、レーショナルにとってはこの交差点が場所を定義しています。彼らは2次元にとどまることはなく、しばしば3次元を追加し、5階にいる、点から上に行くんですね、うん、5階にいると指定し、出来事を完全に定義するために4次元、時間は4時ねを追加することもあります。地球の任意の地図を見ると、経度と緯度かな、緯度経度の線があり、一部の現代の地図は高度の線を追加しています。レーショナルはこのような軸や交差する線を用いて空間と場所を見ますと。座標が大切ってことじゃないですか。座標ですよ、経度緯度みたいな、自分は今どこにいるかみたいな、はいはい、時にナビのようにちょっと3次元にしてみたいな、3次元だから、3次元、この世はまあ3次元じゃないですか、はい、なのでこう縦横高さ、はい、みたいなのを全部、自分はどこにいるのかっていう、時間まで入れてきましたよ、4次元。なるほど、はい、それは何を知りたいって言ってるんですか。正確に知りたいって言ってるんですか。そこが今自分が今いる場所がどこなのかを正確に知りたいみたいな話じゃないですか。安心のため。安心かどうかは分かんないですけど、あ、そうか、知りたいって言ってるだけですね。知りたい意味はないんですね、そこに、はいはい、ごめんなさい。今マトリックス、または最近ではコンピュータのスプレッドシートを考えてみてくださいと。行と列の要素があり、行と列の交差部分がセルとなり、結果的に組み合わせの体系的な配列が得られますと。このような座標のテーブルはレーショナルズに強力な影響を与え、彼らが目標を達成し正確な区別を生み出すのに役立ちます。このような方向性を持っているレーショナルはアーティザン SP のセンターやゲームをやってるぜ俺たちは、うん、ガーディアンの門番、アイデアリストのタオ、まあ、道ですね、など他の空間の向きにはほとんど興味がないと。レーショナルが NT が現実を解釈する方法の中で他の性格の種類にとって最も困惑するかもしれないのはこのような空間と場所に対する姿勢ですと。はい、はい、0か100かの判断は白黒つけるということ、白黒つけるということというよりも、はい、白黒つけちゃってるっていうのが早いんですけどね、はい、白黒つけるじゃなくて白黒はついてるんですよ、もともと、はいはいはい、うん、っていう見方なんだと思ってます。誰が、自分が、 NF が、はい、うん、もしくは、まあ、先ほど言ってた説明で言うと F がっていうことですかね、うん、はい、うん、決めちゃってる感じです、先にこれはもう正しいでしょうみたいな、あ、そんな感じ、はいはい、なので決断は早いとは思うんですね、はい、F の方が、はい、ただ自信はないと思います、はい、自信は T の方があるんだろうなと思います、うん、はい、根拠があるから、うん、はい、根拠がなく、まあ、自分がどう感じたか、感じたかなので、ですからね、はい、もともとなのか、もともとだと思ってますけどね、うん、とか、まあ、そのパッて出た瞬間の好き嫌いですよね、まあ、F の人は多分、うんうん、まあ、その直感的な、もう決めてる感じです多分、うんうん、決めつけ事が間違ってたらどうするのですか、それはもうごめんですよね、はい、ごめんか、もう解釈ですよで、あとは言い張るかですよ、はいはい、嘘も誠になりますからね、はい、言い張れば、まあ、NT 的には味方によるって話ですよねなんでしょうね、はいはい、0か100かじゃないと言い張るのも白黒、0か100もあるよ的な、ごめんなさい、0か100じゃないかって言い張るのも白黒つけてる決めつけですよねって話じゃないですか。いろんな色があるんだっていうのも、いろんな色があるんだっていう決めつけみたいな話じゃないですか。
もうちょっと色が多彩すぎて、はい、もう困惑、僕にはもう、はい、TF について F は根拠がないけど自分がどう感じたか、これは判断機能よりも知覚機能の説明に聞こえると。 ETP は根拠のない決断力ならありそうですしと、任せます。はい、はい、では最後、時間。はい、The time is the interval、 時間は感覚ですと。他のタイプは時間を昨日かっこガーディアンの焦点、今アーティザンの焦点、そして明日アイデアリストの焦点に至る、線や流れとして見る傾向があると。しかしレーショナルズは異なりますと。彼らにとって時間は連続的な線として存在するのではなく、イベントによって制約され定義される区間、すなわち感覚として存在しますと。時間を持つのはイベントだけで、それ以外は非時間的です。例えばアインランドの小説アトラス・シュラグドの中で、彼女のレーショナルなヒロインであるダグニー・ダガートは時間を手元のタスクに関連してのみ認識しています。この場合小さな飛行機を離陸させることです。ちょっと小説の引用に入ります。それから彼女は機内に乗り込み、その意識の次の瞬間は別々の瞬間や動きではなく、一つの動作と一つの時間の統一のスイープでした。それは一つのエンティティを形成する進行で、まるで音楽の楽曲のノートのようでした。彼女の手がスターターに触れた瞬間から、モーター音の轟音によって彼女の後ろの時間と全ての接触が立たれるように、山の崩落のように始まり、ブレードの回転の円から滑走路へ向かい、短い一時の休止、そして前進する力へ長く、危険な走行へ、遠ざかる地球、瞬間、それは気づかれずに起こりました。単純で自然な上昇の行為の中で、なんか全部なんか俯瞰して見てる感じなんですかね、はい、そういったものを、ま、タスクって話じゃないですか。これやってこれやってこれやってっていう時間が今とか昨日とか明日とかっていうことよりも、なんかこれやってこれやってこれやってみたいなところを見てるっていう、時間は昨日の出来事とかそんな意識してなくて、昨日のタスクとか明日のタスクとか、はい、今やるべきこととか。なるほど、はい。ちなみに文中で出てきたエンティティとは、英語で実体、存在、実在、本質みたいなもののようです。ある意味レーショナルズの焦点は、通常理解されている時間の外のある外にあるといえ、それが彼らが時間に関連していると考えられる点です。レーショナルズは本能的に、あるいは故意にでなく、アインシュタインの言葉に従って行動します。アインシュタインは、出来事は時間の中で起こるのではなく、時間が出来事の一部であると述べており、各参照体、各参照体っていう漢字は、各に、参照するっていうもの、あ、これを参照してくださいの参照に対、各参照体、座標、括弧座標形にはそれ自体の時間があります。出来事の時間の記述が参照体がどれであるかを示されない限り、出来事の時間の記述には意味がありませんと述べています。つまりレーショナルズは、特定の出来事や行動が時間に関連しており、時間はその出来事や行動の一部であると考えています。通常の時間観念とは異なる方法で時間を捉えていると言えます。ゲシュタルト心理学は、時間的構成と呼ばれるものを似たように説明します。この概念では、全体の部分や動きが同時のものであるとされます。つまりメロディーは最初の音符の後に、もっと後になるときに
鳴る最後の音符まで全ての音符が同じ時間に属していると考えられます。メロディーは最後の音符が鳴るまで完全ではありません。したがってレーショナルズにとって時間は固定された流れるものではなく相対的で依存的であり、出来事によって創造されるもので出来事が発生する媒体ではないと考えられています。出来事は単なる時間軸上のポイントではなく独自の時間感覚を作り出すという考えは理解が難しいかもしれませんが、これがレーショナルズが時間感覚、時計時間を見失いがちでスケジュール、時刻表、カレンダー、昼から夜への変化に無頓着である理由を説明しています。彼らが考えている出来事の固有の時間感覚に没頭しているためですと。読んだだけです今まあ、イベントが重要って話ですよね。イベントというのは出来事、出来事に時間がくっついてるだけで、時間上にこう出来事がではなくてっていう、出来事が主体なんじゃないですか。ああ。だからその出来事以外はもう時間なんてどうでもいいみたいな。そっか、うん、なるほどね。はい。だから時計はないんですね彼らには。時計の感覚はないみたいな。時計の感覚がなくて、うん、独自の感覚だけ、はい、っていうそれが、うん、タスクなんだと、うん、タスクの積み重ねだと。タスク、うん、とか出来事とか、今何時かとか明日がとかっていうのを、何時までにこれをやるとかじゃなくて、まあそれ、あ、まあ、現代的にはあるんでしょうけど、まあ タスクの積み重ねだから、はい、今やる効率的に目標があって、はい、その目標を叶えるために必要なタスクがこれならば、うん、ここでこれをやる、このタスク、このタスクっていうタスクの順番だと、うん、でここでこれをやって、ここでこれをやって、ここでこれをやるから、それ以外の時間は、時間はないんですよ多分みたいなことじゃないですか。まあ何でしょう、はい、僕は僕のことを自分勝手だと思ってますけど、はい、まあまあ自分勝手ですよね。もう分かんないです、その自分勝手が分かんないですけど。あそっかその自分勝手の感覚が僕にはちょっと分かんない。これを見て自分、何を自分勝手と捉えたのかが分からない。だって、いや、なんて言うんでしょう、社会だろうって。社会はなんかタスクであればやるわけじゃないですか多分。重要な出来事、はい、って話ですよね。面白いですね。はい。テスト時間はと言って1時からですというのはアイデア系、60分ですというのは合理主義。1時から始まりますよみたいな感覚が NF。テストの時間はって聞かれて、テスト時間はって聞かれた時に、あ、1時から始まるよっていうのが NF 的で、テスト時間60分ですよみたいな、このイベントは60分で終わりますよみたいな感覚っていうことが言いたいんじゃないかなって。あ、なるほど。理系の人は地理の授業を選択しがちなのに関係あるのかなと。時間軸の歴史や世界史よりもと。そうなんですかね。あんま分かんないですけどね、そういう傾向があるのかどうかが僕は分からないんで、あれですけど、まあそうかもしれないですよね。NT の時間感覚、IT 用語でイベントドリブンというのがあったような気がしますと。あるんですか。分かんないです。聞いたことあります。あ、なるほど、はい。あ、さくらさんが、私も地理好きだが理系だったのかなと、数学が苦手で文系だと思い込んでいました。僕あの NT の人ってみんな理系だと思ってました。そんなこともないんじゃないですか。文系でもT 型を名乗っていいんですね。だってまあ合理、そうか、まあ、法律とかも合理、確かにじゃないですか。確かに、はい、理系、地理は文系を活かせないだけ、マイナスではないがプラスでもないと。世界史とかは活かせる可能性があるという理系解釈と。あ、もう僕には全くわからないな。単に地理は日本史世界史に比べ暗記量が少なく楽。ああ、わかります。逆に文系は純粋に入試との関係で日本史世界史が事実上必修と。どうしたんですか。いや、社会って一括りだったので。はいはいはい。いやはい。そんな NT タイプでした。はい。